あ、これはベリーティーですね。最近はね、ロシアですごくあの人気がありますね。こだわりのお茶があるそうで、はい、これを結構昆布茶だ。あの昆布茶をいただくときにちょっとね、こういったね、金色のものをね、え嘘でしょ、ね、面白い面白いですね。MC のマメスケです。よろしくお願いします。今回はですね、こちらの3人に来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あゆみさん、あのアスカさんに触れるの忘れてたなと思って今気づいた。そうですよ。なんすか、ツアーグッズですか？そう、 T シャツですか？これシンガポール行った時 の、 あのツアーグッズです。あ、そうなんだ。誰ですか？アスカさん、アーティストのアスカさん、ご存知ですか？チャゲアスカのアスカさん。ああ、そう、知ってます、知ってます。アジさんはアスカさんの熱烈なファンなんですか？あ、そうなんですね。そうなんです。え、今アスカさんど…ああ若いな。若いでしょ、これ。アスカは今何してるんですか？そうそう、今日本全国ツアー中ですよね。はい。あ、そうなんだ、知らなかった。頑張ります。いろいろグッズがね。はい、ということでですね、今日はこの3人と一緒におしゃべりするだわーわーわー。今回のテーマはこちらです。私のランチアイディア。まだまだ世界的にもですね、コロナ禍で自宅でランチする機会も多いと思います。そこでですね、今日は簡単にできるランチのアイデアを皆さんにご紹介いただきたいと思います。まずはアンナさん、あなたのランチアイデア教えてください。ランチのデザートとしてよくベリーパイを食べてます、うん、動画も撮影しましたのでどうぞご覧ください。はいはいはい、見たいです。スーパーでもう出来上がった、できた生地を買って、パックから出します。このようなパックから出します。おー。そして、ちょっと待ちます。1時間、1時間半くらい。カチカチですね。このように大きくなりました、生地は。おー、ほう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 。また、隠します。小麦粉を少し注いで、うん。それで、これで少しまた遅くします。ロシア人にとても好かれるクズリジャムを乗せます。あ、クズリじゃなくてスグリですね。あのスマロジナというベリーは日本語でスグリグリジャムということを分かりました。うんうんうん、乗っていくの。ジャムだけでもいいですけれども、私はジャム以外にベリーも入れたいですね。自家製なんですね、これも。あ、注ぎます。はあはあはあ、おいしそう。アンナさん何でも作られますね。直訳するとセモリーナ。すごい。ロシア語でマンネクパ。セムリナ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 。うん。なんかこのパイは焼かれるときに上にこのように一つの生地のスライスを乗せます。このように店舗しますね。ちょっとだけ穴を開けて。牛乳、ミルクを塗ります。ミルク塗るの？それはあの焼かれた後にピカピカしますように。卵じゃないや。
ね、ミルクは卵でもいいですけど、うんうんうん、美味しそう。大丈夫です。はい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 、はい、素晴らしい、そうだな、素晴らしい、簡単ランチアイディアっつってたんだけど、ものすごい手間暇かかってるように見えたんですけど、うん、なんかあらかじめに出さないと作れないので、うん、ちょっと長いかもしれませんけど、うん、あとはまあ早いですね、そんなに長く。嘘なんであれ伸ばしたりするの、あれ編集してるから短いけどかなりやってましたよ、だってでもそれはそんなにそんなに時間かかりません。その生地はとても柔らかくて、ちょっとまあ力を出さなくてもいいです、うん、少しだけそう、どうでした、あゆみさんいかがでした。あのああいう生地売ってるんで、あ、売ってるんだ、こっちもスーパーとかで売ってるから、うん、子供とか主人は喜ぶと思う、作ってみようかな私も。今回食べるシーンがなかったんですけど、味的にはどうだったんですか？あ、甘いですね、甘いです、甘い、ちょっとベリー自体は酸っぱい、少し酸っぱいですけど、砂糖もジャムも入れますので、うんうん、まあ、少し酸っぱいですけ ど甘いですね、うん、はい、子供だったらテンション上がるよな絶対美味しそうだもんな、うん、ひろこさんいかがでした。ね、やっぱり旦那さんのように自家製のジャムとか自家製のとかっていうのはやっぱりね、なるほど、いいですよね、主婦目線としてやっぱちょっとあの辺のねベリーも自家製っていうところがね、うん、最高、こだわり感ありますよね、ありがとうございます、はいはい、旦那さんこれは何ですか。あ、これはベリーティーですね。最近はね、ロシアですごくあの人気がありますね。それをレストランで見て、自分でもちょっと真似しました。すごい。何ですか？何でも。質問です。あれってなんか乾燥してるようなのにお湯を入れてるんですか、あれは。うちの場合にはあのベリーをまた自分で作って、自分で植えて、夏に冷凍庫に、夏に冷凍庫に入れて、入れといて、でそしてなんか使いたい時に冷凍庫から出して温めてもいいですし、温めなくてもいいです。お湯を入れて、冷たいままでのもある。はいはい、はいはい、いろ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 な味があります。贅沢なお茶、ね、飲みた。ねえ、すごいしそう、すごいしそう。あとひろこさんもなんかこだわりのお茶があるそうで、はい、これを結構。お、昆布茶だ。これはね、はい、妹が送ってくれるんですけど、うん、その昆布茶をいただくときにちょっとねこういったね金色のものをね嘘でしょ、金粉はね、金粉はねこれも日本で買ってきてね面白い、面白いですひろこさん、これネタ仕込んだでしょ、これ仕込みじゃないですよ、全然これキッチンにあるから、この金粉、塩コショウとか調味料が入ってるところに入ってて、うん、これをこういう感じに、おお、あ、金粉をね、いやうわああ、それは、うん、おしゃれですね、うん、おしゃれで、おしゃれですか、あの、アンナさん、ズバッと本音言っていいですよ、本当に誰がそんなことやるかって面白いですね、面白いですでも、実はこれは私は昆布茶はあまり、ごめんなさいけどあまり好きじゃないです、昆布茶は、まあ、ちょっと飲めません。じゃあ、ぜひそば茶にそば茶に金粉入れてくださいよ、うんそば茶に気分最高、体にいい上に気分も上がってちょっとテンション上がるんですね。そう、なんかね、金粉が入ることに見ても、そう、見ても楽しいし、なんかはーってこうそうなるんですそうもうすごいよ、あゆみさんいかがですか、今の見て。もうあゆみさん呆れてますよ、うん、あゆみさんがもう、ね、反応しなくなっちゃったからさちょっと呆れてる、うん、ちょっとわかる、気持ちはわかる、うん、でもなんで昆布茶にっていうのはあるかな、うん、でも、うん、お酒でも金粉入ってる酒ありますよね、うん、あれはそれはわかります、うん、同じ茶にっていうのはちょっと昆布茶入れないでしょだってありがとうございます、はい、はい、
では続いてあゆみさん、あなたのランチアイデア教えてください。私のランチアイデアは、麺料理。ランチのね、キーワードは簡単、適当、待ってました、はい、簡単なのがいいんですよ。ランチはちゃちゃっと食べたいですからね。そう、ちゃちゃっとやりましたということで、おうおうおう、あ、これだ。そうめんがね、ちょうど送ってもらったのがいっぱいあったんで、それを、お出汁にそうめんをそのまま入れて、そこに、アマゾンで買ったとっても美味しくない寿司のりがあったので、美味しくないんだ。美味しくない。なんとか捨てるのもったいないし、なんとか使おうということで、ザクザクとこう、ザクザクとちぎって、そこにわさっと入れて、出来上がったのがこれです。そうめん、塩気あるでしょ？あれ普通は茹でて洗うじゃないですか。洗う、うん。それをせずに、そのまま入れて、そしたら、お塩がもうすでに塩気があるから。出るから。じゃあもういきなり麺つゆみたいなので茹でてるってことですよね。麺つゆじゃないですか。めんつゆっていうかね、なんていうのかな、あごだしとかそういう系のおだし。はいはい。で、そこにもうぶっこんじゃって、ぶっこんじゃって、湯切りもせずに、で、のり、余った海苔をドバッと入れたわけですね、これは。もう2、3分で出来上がります。これも多分スープで中に麺がちょこっと入ってると思うんですけど、クノールとかのね、なんていうのかな、パウダーのスープがあるでしょ。ああいうものとか、あと鶏ガラスープの素とか、そういうものを使って味風にしたかったらごま油足したりとか。あ、いいね。これは、この中にそうめんも入ってるってことなんですよね。多分入ってると思います。これは茹で上がってからちゃんと洗って冷やしそばみたいな感じにしちゃうんだ。そうですね、ありますよね、日本サラダ麺みたいな感じで。サラダ麺、そっか、サラダ麺なんだ。今日はささみとかサラダ麺ですね、これも。そうですね、これ残り持っているも兼ねて、ちょっと若干ね、それぞれ具材が違いますね、はい、そう、お昼は簡単にっていうのもあって、あと残り物を使い切るためっていうのもあるので、いろいろ使い切りたい食材が入ってますね。いいですね。これはインスタント の、ラーメンを使ってやっぱ。ああ、はい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 。いいですね。あ、それを冷製風にしちゃうんですね。なるほど。ってことは、あれか、袋麺の粉、スープの粉がまぶさってるみたいな感じなんですか。そうです。冷製にしたので、粉をあらかじめ、お湯で取って、ここに氷入れて冷たくしてかけてる。うわー、美味しそうだなー。美味しそうですね。エコ料理ですね。時間もエコ。洗い物も少ないし。そうそうそう。あ、ね、でもいろんなものをトッピングして、冷蔵庫にあるもんだけど、ね、トッピングしてね。うん、見た目も美味しそうだし。はいはいはい。いいな、可愛らしい。うわ、またエビが。これね、いいエビじゃないんですよ。え、カニカマってあるでしょ。うん、あれのエビバージョンみたいな感じで、こういうエビの形になって売ってて。そう、あ、そう、食べようと思って、食べてみたけど、騙されて、これエビじゃないの。美味しくなかった。美味しくない。エビカマみたいなのがあるんだ。そう、もう二度と買わへん。これダメなんだ。ダメ。サラダはいいですね。すごい簡単そうで。そうですね。うん、私も真似したいです。なんかすぐ明日やれそうなんで、もう寒くてもいいや、俺も食べるよ。はい、ありがとうございます。はい、では続いてひろこさん、あなたのランチアイディア教えてください。以前紹介したカルソッツ。ネギバーベキューのお供に必ず、うんね、はいはい、作るのがアーティチョーク焼きです。動画があるのでご覧ください。ほうほう、アーティチョーク。こちらを用意します。結構でかいんだな。まあ、ざっくり。あ
あなんかやば、主婦の包丁さばきだな。ザックザクと。うん、なんか力強いですよね。雑ですいません。いやいやいや、なんかいいですよ。すごくいいです。ふさふさの部分を、こう、切り取る、くり取る、くり抜く。あれ中食べないんですね、あれは。このね、ちょうどね、なんていうの、繊毛っていうのかな、ふさふさのところ、それだけ除去する、そこだけ除去する。取るんですね。電子レンジで、マックスで 6分ぐらい電子レンジでチンします。こんな感じで、この、まあ、中にしっかりこうフォークが刺さるぐらい柔らかくなるまでチンして、でこれをフライパンで焼いていきます。めちゃくちゃ簡単。なんか特別な味付けはなんかされてるんですか、これ。下味はついてるの、ね、何にも。オリーブオイル、塩コショウのみのみ。あ、ほんともう簡単、これ以上簡単なことはないという。なるほど。ここにあります。じゃあ、やりました。おー、素晴らしい。おずっとオーブンだけで3、40分オーブンでやる方もいるんですけども、うん、私はその時間を待ってるのが、うんうんうん、待ってられないので、ランチですからね、うんうん、焼き目だけしっかりつけて、うん、つけて、うん、であとはもう本当にこういう感じでオリーブもう一回かけてもいいし、で私は必ず使うのが、うん、あのバルサミコ、お酢、うん、を使います。ああ、みんなだんだんカメラ使いが上手。オリーブの実、おほう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 、でこういう感じで、うん、ね、ここにお皿の端っこにそのバルサミコを置いといて、うんうんうん、出しといて、うんうん、外側から順番にこう食べていくんだけども、こう1枚剥がしますよね、うん、こうピッて剥がして、はい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 、で食べるのは本当にもうね、ここの周辺だけ。え、全部じゃないんですか。全部じゃない、葉っぱは剥がして本当にここだけ。え、いい感じ。剥がして、先あの根の方、うん、根の方だけ食べるんだ。それで順番にこう食べていって、うん、うん、でそれがだんだん食べていくと、うんうんうん、こうだんだんこう葉っぱの部分が少なくなっていくんですよ。はい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 。こういう感じで本当にこう、うん、食べれるのは、それでも食べきった状態なんですか。うん、食べた状態。どんどんこの葉っぱの肉の部分が出てくるから、分かりやすく言うとこう剥きますよね。はい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 。剥いて食べるのは本当にここだけ、白い部分。そうなの。気をつけて。うん。うん、あとも硬いので。硬いんだ。そうでね、じゃあ食べない部分の方が多いじゃないですか。だから本当グラム数、本当ね、グラムだと高い、本当グラム1キロあたりがめちゃくちゃ高い野菜、うん、生ハムと一緒で。そうやって高いの、高そうですね。高そうです。最後は大人残るから、うん、これはアーティチョークのコラソンって言って、心臓って言うんだけども、ここが食べ、うん、本当にこのままこうつけて、最後はバッグ。で、うん、今ちなみに手前にオリーブとかあります。それはなんか一緒にこう交互に食べるような。これもね、あのちょっとしたおつまみとして出します。あー、わー、でもオリーブの実、そこと生ハムと、急に優雅なマダムになっちゃったな。あー、残念、ワインがないですね。ワインの感じですよね。ワイン持ってこい。うん、ワイン後ろ根っこでいっぱい入ってるんで、ワインこれ。いっぱい入ってる。酒蔵だから、うん。どうですか、アンナさん。スペインはなんかご機嫌なことになってますよ、ランチから。そうですね。じゃあ、ひろこさんは、その野菜は高いと言いましたね。ロシアで、うん、
ルバイ高いと思います。そしてほとんどないですね。まあ売ってますけど、そんなになんかどのスーパーでも売ってると言えません。買いにくいと思いますね、その野菜は。もうなんか食べ方は面白いですね。味としてはどんな感じなんですか？ちょっと甘みがあるかな。うん、甘みがあるんだ、うん、柔らかくて甘みがあって、うんうんうん、そういう感じなんですね。季節はね、春の野菜なので、うんうん、まあ、2月3月から6月ぐらいが、旬の時期ですね、はいはいはい、うん、これからまさしく旬を迎えるって感じなんですね。そうですね、今まさにね、はいはい、いやちょっと勉強になりました、はい、ありがとうございます、まあいいえ